どうもレゴラジです。緊急事態です。以前ねショート動画でね、お片付けの動画ね、お片付けの BGM つけた動画上げたと思うんですけど、あれをですね一旦レゴ部屋から出してですね、まあ自分のレゴ部屋はすごい綺麗になったんですよ。でじゃあそのレゴどこ持ってったかというと、このね動画とサムネの通り、わかんないか、寝室に持ってきました。今ね寝室暑くてエアコンないんですよ。でねリビングにマットレス持ってって家族でねリビングで寝てるんですよ。夏はね結構よくやるんですけど、で寝室開くなと思ってね、寝室のねベッドの上にね全部乗っけてみたんですよ。まあ全部じゃないか、一部か、動画で使ったやつとかね、中古で片付けてないやつとか。そしたらもうぐちゃぐちゃで、レゴ部屋はすごい綺麗でね、ゲームの部屋と一緒なんですけど快適です。でもね寝室がぐちゃぐちゃ、これもう戻したくないし、これどうしよう。来月発売されるね、ライオンキングの城なんだっけ、ライオンキングの城じゃなくてなんとかなんとかの城なんだっけ、あーどうするね、5万ぐらいするやつ、あれ欲しいから、もうこれねメルカリとかヤフオクとかに出品しちゃおうかなと思ってんですよ。ただねまとめちゃうと安くなっちゃうから、まあ細かくねしっかり見てね、揃ってるのは揃ってますで出品して、揃ってないのは揃ってませんとかね、わかんないのはわかりませんって出品していこうとは思ってるんですよ。そもそもねこの YouTube 始めたのが、動画にね綺麗に収めたり写真撮ったりして、少しずつ処分していこうということで始めたのがきっかけなんですよね。なのでねやっとスタートラインに立ったっていうか、まあその後からまたどんどん買ってどんどん増えてんですけどね。でねここに映ってるだけじゃないんで、もちろん、もうどうにもなんないんですよね。だからといって安くね売っちゃうのももったいないし、欲しいレゴがまだまだあるんでね、困りましたね。本当はねこの動画ね上げんのねやめようかと思ったんですよね。こういう動画上げると、視聴者プレゼントにしろっていうねコメントがねいっぱい来るんですよね。いやこれ上げるやだライオンキング買うんだから俺、ライオンキングじゃないけどさ、まだねよくちゃんと計算してないけど、まあ買った値段はね30万ぐらいもっとするかもしんないよね。でぶっちゃけね相場で売ればね、それ以上の価格にはなるようなものしか買ってないからね。まあ買った値段ぐらいで売ってね、まあ送料損するぐらいでもいいんだけど、そんな感じでね、売れそうな値段で売っていこうとは思ってるんですよね。でねせっかくだからね、レゴラジのアカウントでね出品したいんだけど、メルカリって2つアカウント作ったらいけないでしょ？ヤフオクか。ヤフオクなら新しいアカウント作れるよね。またね、なんか買ってよ誰か。安く売らないけど。そうだ、今思い出した。社長にもらったレゴもあるな。ここにないですね。どっか押し入れに突っ込んじゃったんだよな。押し入れじゃないか、クローゼットっていうのか。それもね、動画しなきゃね、開けてね。社長はね好きにしてくださいって言ってたんでね、売ってもいいって言ってたけどね、もらったのを売るのはねなんか申し訳ないからね、それはなんか企画に使おうかな。それプレゼントしても社長怒んないかな、どうだろう。ということで今回はレゴラジの寝室の紹介でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。他の動画も見てやってください。またね。 BGM とぴったり終わった。なんかかっけえ。